This is my today's position outline, a self-reflection and turning point. And my arguments are ground and activity and question. And my turning point is I moved to Tokyo for type school, preparation school for university. And in that time, 3.11, like northeast earthquake and Fukushima nuclear accident was happened. And I spent the days after 3.11 in Tokyo. And I realized the problem of the nuclear power plant is really similar as the Okinawa-based problem. So that's why I'm interested in Okinawa-based problem, because I spent my most of time in Okinawa and Ginawa City, Denmark, so that's why I'm interested in the area, military base in Okinawa. So, and このプレゼン、私のプレゼンのポイントとしては Learn, think, and act、 こっちアクト、アクトにポイントを置いていきます。私の頭の中にあるビジョンで、何かというとピース、戦争のない平和な世界と、あとみんな、命あるみんな生き物を大切にしていけるような暮らしの継承っていうのが一番上にあって、そのためにはやっぱり身近な人間関係をやっぱ大事にしていかないかなと思って、だから人間関係、あ、友達関係と家族関係大切にしていきたいし、そしてその方法としてやっぱ教育大事になってくるし、人と人の交流、また話し合い、そして個人でできる発信がとても大事になってくると思います。そうですね、だけど今辺野古問題に関しては自分を埋め立てすることには反対で、新基地作ることにも反対。なんでかって言ったら、やっぱ戦争のない平和の世界を作るためにも基地はいらん、必要ないと思うし、あと海を埋め立てるってことは自然破壊にもつながるからです。自分が沖縄に対するイメージっていうのは、やっぱ自然、青い空と青い海が広がる自然豊かな沖縄っていうイメージがもともとあって、でも沖縄に来てこの米軍基地がたくさんあるっていう現状を目にして、そのすごい違和感を感じたっていうのがありました。でそこでこういう取り組みを始めたきっかけについて紹介します。さっきも紹介したように、沖縄が抱えるその米軍基地の多さっていうのにすごい衝撃を受けたし、その基地によって騒音による健康被害とか、あと、不安とか、その安全な日常生活を送れない人々がいるっていうことと、それに対して抗議活動して日常生活を犠牲にしている人がこんなにもいるんだっていうことにすごい衝撃を受けました。その前に、まずなんで自分がこの絵に参加しているのかっていうのを簡単に説明していきたいとお話しします。まず、根幹にあるのは戦争が嫌だ、戦争に直結する軍事基地も嫌っていうこの単純な思いが一番根幹にあります。で、それに続いて戦争に巻き込まれたくない、基地があることで戦争になった時に一番基地のある拠点を狙うので、沖縄がすぐ狙われるじゃないかっていう話ですね。で、いろいろ戦争に巻き込みたく、自分の島から行くので戦争に巻き込むようなこともしたくないし、つまり戦争の加害者になりたくない。そして沖縄を再び悪魔の島、ベトナム戦争の時にベトナムの人が沖縄は悪魔の島だって呼んでたようなことが、再びもう、なぜ自分の住んでるところを言わないでくれってことです。今日集まった1月の署名、辺野古に反対する署名の影響、アメリカ国内での影響はどういう影響があったのか、そしてアメリカの国民たちのみんな国内でのそれに対する評価は何があったのか、そしてまた1月から署名までの今までの 半年間あります。沖縄の人たちはみんなすごく期待して、新聞もめっちゃ大きく取り上げたんだけども、実際何があったんですか、そしてこれからどんな取り組みをするのかっていうことで、一番最後の質問は、アメリカ合衆国は民主主義国家なのかっていう質問です。ありがとうございました。ただマグルビンさんが言ってたことは
沖縄の人たちは、反対運動している人たちは、ゼロか100かで、全然、建設的な、意味のある対話はできないって言うんですね。じゃあ私は逆に聞いたんです。じゃあそういうんだったら具体的にどうしたら意味のある対話ができると思いますかって聞いたら、彼はやっぱちゃんとした答えを持っていませんでした。うん。で、私は今日この場にいて本当にびっくりしています。学生さんたちの関与の深さ、関心の深さ、責任感の強さ、学ぶことばかりです。もうこれほど意味のある対話はないんじゃないかと思うことです。だからこれからできることとして、意味のある対話ができないっていう言ってる人たちをちゃんと招いてですね、うん、こういう場に来てもらって意味のある対話をしようじゃないかっていう、何か大きなイベントをできないかなと。 I agree with. But one time I agreed with him. He said the West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion, but by its superior application. He said that despite all the U.S. efforts, they have not been successful in convincing the Okinawan people to buy into the American narrative about American view of justice and American view of foreign policy and American view of right and wrong. The people of Okinawa have resisted. They've rejected that view. And he talked about the newspapers. We saw that last summer when we were here. The newspapers were very, very supportive of what we were saying when Oliver Stone and I came last time. The television stations, the schools, in other parts of Japan, they've been able to brainwash the people into accepting American empire, scaring them about China, scaring them about North Korea. But the people of Okinawa have resisted that. That is so important right now. So in 1995, after the terrible kidnapping and rape of the schoolgirl, I think about 600 Americans signed a statement of outrage and remorse. それで1995年、あの忌まわしいレイプ事件が起こったときに、アメリカにおいて600名の署名が集まりました。And I was privileged to deliver that to Governor Ota. そしてこれを太田知事に私は手渡したのです。And when the G8 summit was held here in Okinawa,About 1,000 of us did an advertisement in English and Japanese that was in the Okinawa Times as a way to say all the bases must leave. そしてサミットにおいては私たちは英語と日本語で沖縄タイムズにおいて全ての米軍基地が撤去されるべきだというふうな声明を発表しました。落としていきたいと思います。例えば自分がどういう将来どういうふうになりたいとか、そういうふうに思える希望を持ってるっていうのも、やっぱ平和な環境がないとそういう希望も持てないと思うし、そういうのをこう支えれる社会とか、そういうのもやっぱ平和につながるのかなとか思うし、一人一人が希望を持って明日も生きていけるって思える空間とか、相手を思いやれる空間とか、その自分のこと、家族のこと以外に誰か一人のことを思いやれるっていうことが、なんか平和につながるんじゃないかなって思います。